エミール・マツー・エミール・ゴットリープ・マツーは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、武装親衛隊大将及び、警察大将。エッセンに、工場労働者の息子として生まれる。学校卒業後に、機械製作校及び整備士の訓練を受ける。1918年4月に、ドイツ海軍に入隊し、軽巡洋艦ドレスデンの乗組員となる。 終戦後のスカパフローデンのドイツ艦隊の自沈後に捕虜収容所に送られる。その後1921年6月まで海軍に在籍した。1925年までは上前市や機械、製作工として働いたが、その後1932年まで失業した。1928年4月1日に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。 同年に突撃隊に入隊し1930年まで所属した。1930年6月7日に新鋭隊入隊。11月18日にコーブルクの新鋭隊第63小隊指揮官となる。1932年2月4日には新鋭隊第41連隊指揮下の第一大隊指揮官となり、九月十日に新鋭隊。 第41連隊指揮官となる。1933年11月20日に、レーゲンブルクの新衛隊第 X5 畜指揮官となり、1934年9月1日に、シュテッティンの新衛隊第13畜指揮官となる。1936年4月1日に、新衛隊上級地区、北指導者に任命される。 1936年3月29日に選挙区ロック選出の国会議員となる。1937年4月12日に上位として第25不評連隊で訓練を受ける。1938年8月28日に北新衛隊及び警察高級指導者に任命される。1940年にポンベルンの州知事に任命される。また、 ポンメルンの国家保健局長にもなっている。また1940年には、不評連帯、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラーの予備役将校となる。戦後逮捕され、1948年の日な地下裁判より、懲役8年の判決を言い渡され、また1951年には、1933年に行った、政治犯やユダヤ人への虐待により8年半の、 実刑判決を受けた。釈放後は会社員となった。1987年12月11日にカール・スルーエで死去した SS ・オバーグラ・パンフ・アラ・エミール・マズーはありがとうございます。